南三陸町で世界のカブトムシやクワガタなど昆虫を集めた企画展が開かれています。南三陸町の商店街ハマーレうたつで開かれているこの展示会は、夏休み中の子どもたちに昆虫に触れて楽しんでもらおうと町民有志が企画しました。会場には東南アジアに生息するコーカサスオオカブトやオーストラリアの虹色クワガタなど世界の昆虫およそ20種類が展示されています。最も人気を集めているのは南米に生息する世界最大のカブトムシヘラクレスオオカブトに触れられるコーナー。子どもたちは怖がりながらも特徴的な大きな角に触れていました。重いのとかっこいい。昆虫が好きなので連れてきました。どうですか？いろんな昆虫いるので外国産の珍しいのなのですごいなと思って。興奮している声って聞くとですね、すごいやってよかったなというふうに思います。ぜひ、何度も触れ合って何度も観察して遊びに来てほしいと思います。企画展は南三陸町のハマーレうたつで今月15日まで開かれていて、500円の入場パスポートで期間中繰り返し入場することができます。